ありがとう整体の平野です。まあ、腕の緊張がですね、まあ、首痛や、いろんな諸問題頭痛にもつながるという話をね、してみたいと思います。本当に皆様のこう指先をねこう触らせてもらうとですね、本当に脳からの指令がうまく伝わってない状態、まあ、当院の治療で、施術でいくとですね、まあ、重力系そしてチャクラ系、両方ともですね、本当に、うまく脳からの指令が伝わってない状態にあります。ですから、その、伝わってない指をですね、また酷使するわけですね、パソコンスマホも、しっかりもういろんなことで当然指は使わなければいけないんで、その緊張が、こういうねこうまあ、和してというかされてというかね、こうぐーってこれ力入れてみて、まあ、力がグッて入るとそれが伝わって、首にも力が入りませんか、ね、もっと言うと、それをもっと強くやれば顎にも関係して、そして、この耳のあたりですね、だから、顎関節痛とかも、まあ、首の問題も、まあ、耳の問題も、目の問題も、この手指から、すごく来るということを皆様にお伝えしたいなと思います。当然手だけではありません、足の指も関係するし、その他のねいろんな部分、特に、まあ関節靭帯の問題はね非常に問題があるんですけども、そんな中で、手の、そんなことで疲れるのっていう状態がなぜ起きるのか、一回私のね当院に来てもらうとですね、実験させてもらうと本当に面白い現象が起きます。手のひらも全然力が入りません、ね、そんな感じで、手の、施術、手の腕の緊張を抜くということの大事さをね、皆様にお伝えしたいと思いました。